戦争の犠牲者たちのために建てられた慰霊碑だね。確か今日はここで慰霊祭も行われるはずだけど、いかにも憎しみや悲しみが蓄積しやすそうな場所ですね。すごい数のラルバ。これは放っておけないわ。<笑>一周してやろうぜ。 さすがに数が多かったね。は、手こずらせやがって。どうした？あ、いえ、大丈夫です。ただ、この場所、他と比べてなんだかすごく嫌な感じがします。皆さん、気をつけてください。 来やがったか。グリムワルドの夜。でもこれはいつもとは。あれはバルドゥーク監獄。あんなに綺麗だったかな。ええ、それにあの旗は旧クリア王国の国旗だ。監獄にはロムンの国旗が掲げられていたはずだけど、あれは 100年戦争時代のバルドゥーク要塞だな。ロスビータ。だけど、わからない。私もこれだけのものは初めてだ。こうなるとすぐにでも現実のバルドゥークに侵食を始めるぞ。そんな。ロスビータ、皆さん、いつの間に。 確かにこりゃいつも以上だな。完全に囲まれてます。ここはとりあえず要塞に駆け込むってのはどう？罠の可能性って考えてる？いや、確かに妙な雰囲気は感じるが調べてみた方がいいだろう。アドル、魔物たちを蹴散らしつつそのまま要塞へ向かうぞ。 Yeah!
シャキッとしやがった。立ち止まっていては囲まれる。進むぞ、そなたたち。
ゲームの中で何があるわけではなさそうだ。おそらくお父様が作ったものです。私にとってはどうなるか。とっとと蹴散らすぞ。 Yep.
扉があるようですね。そちらも調べてみましょう。宝箱だ。Yeah!
っているんですか。ふう、こう来たか。行くぞ。何かあるみたいですね。そこで当たって、フルスインパクトです。何かあるぞ。
ドルさん。相談というのは、妹にはまだ話してないことなんです。アドルさん、アーチには内緒にしておいてくださいね。さっきベルラン親方が帰り際に言ってくれたんです。もしやる気があるなら父さんのように職人街の工房で働いてみないかって。将来は自分の工房を持ちたいっていう僕の夢も尊重してくれていて、僕が独立にこぎつけるまで腕を磨かせてくれるそうなんです。ありがたいお話ですよね。でもそれは僕の都合です。改めて考えると、今まで妹は僕に付きっきりで、妹にも夢があるなら巻き込めないなと思ってるんです。それはそうなんですけどね、もし一緒に行くって言ってきてもうまく断れるかどうか。今の僕ってなんだか格好悪いですね。やっぱりアーチに素直に話をしてみようかな。ああ、お兄ちゃんってばこんなところにいたんだ。お邪魔します、アドルさん、テイトさん。アーチに姉物さん、一体どうしたんですか。私の記憶が戻ったことで一つ気づいたことがあるのです。それをアーチさんにお話ししたら、早くあなたにお伝えしたいと。うん、あのね、お兄ちゃんって実は錬金術師なんだって。錬金術師って話に聞いたゾラとかいう人と同じ？どういうこと？テイトさん一族の鍛冶技術はどうやら錬金術の流れを汲むようです。人体や魂を扱うお父様とは違い、金属の扱いに特化した一派のようですね。500年前、そういう錬金術師がいるとお父様がおっしゃっていました。鍛冶をするときに変わった素材を扱っていませんか。その土もおそらく何かしら術が施されているはずです。あ、
確かに他の職人とは違う素材を扱っています。硫黄とか新車とか。考えてみれば確かにそうかも。お父さんとお兄ちゃんが普通じゃなかったのね。もっと早く言ってくれよ。100年戦争時代の話ですから、ご存知ないのも無理はないかと。いつしか純粋に家事の技術として継承されるようになったのでしょう。なるほどな。作ったものに不思議なことが起きるのはそういう理由だったのか。ありがとうございます。長年の悩みがすっきりしました。でもこの技術、今後は気をつけて使わないとな。っていうかお兄ちゃん、さっきはアドルさんと二人で何話してたの？なんか深刻そうな雰囲気だったけど。ああそうだった。実はアーチェに相談があるんだ。そのベルラン親方から職人街の工房に誘われてね。ただアーチェにはその一緒には、アーチェ？何を悩んでるのかと思えば、まあそんなの一緒に行くに決まってるでしょ。頼りないお兄ちゃんを放っておけるわけないじゃない。でもそれじゃあ、お兄ちゃんの夢は私の夢でもあるんだよ。私はお兄ちゃんの工房で働いてイケメンの旦那さんを見つける予定だから。だからもっと自信持ってよね。一緒に夢を叶えようよ。アーチェ、うん、ありがとう。まあイケメンのお客さんが来るとは限らないと思うけどな。何よ、夢見たっていいでしょ。はい、もう覚悟は決めました。僕、親方の誘いを受けてみようと思います。そして父さんを目指して腕を磨いて、いつか自分の工房を持ってみせます。相談に乗ってくれてありがとうございました、アドルさん。詳しいことはよくわかりませんが、私もテイトさんを応援しています。アドルさん。よーし、今日もガンガン働きますよ。ジラさん、今日もガンガン働きますよ。他にも要件があれば何でも申し付けてくださいね。じゃーん、完成です。いいですか？じゃーん、ワクワク、完成です。じゃーん、完成です。すごい、どうだ、自信作ですよ。ちゃんと使えそうだよ。どうだ、自信作ですよ。他にもいつでもお待ちしてます。ガンガン働きますよ。どうだ、自信作ですよ。俺がもらっていいんだな。他にも要件何でも申し付けてくださいね。いつでもお待ちしてます。はい、今日もガンガン働きますよ。任せてください。
他にも要件が。今日もガンガン働く。他にいつでもお待ちしてます。はい、何でも申し付けてください。任せてください。もういいんですか。何でも申し付けてくださいね。他にも要件、いつでもお待ちしてます。
何かあるみたいですね。やっ、たたいてください。やっ、苦しいパットです。それ、
任せお願いします。うちの決め方だ。宝箱が来ます。シャッター。お願いします。クリムゾンライン、クリムゾンライン、よし行け。Yeah.
何かある、何かあるみたいですよ。
仕掛けが動いてるみたいです。これはここに乗れってことかな。やれやれ、ようやくか。まどろっこしいことしてくれるわね。扉の向こうから不思議な気配を感じます。うむ、あれが終着点と見て間違いないだろう。何があるかわからない。準備はしっかりとね。